脅威となりうる敵を全てほふった信長は、主力武将を軍団長に任じ、地方に遠征させる。自らは安土城にあって軍団の指揮統率に当たった。信長の天下は目前かに見えた。天正10年、中国攻略中の羽柴秀吉から信長のもとに援軍要請が入る。信長は明智光秀を先発させると、自らもゆるゆると城を立ち、本能寺に立ち寄った。第7話、本能寺の変。時は今、雨がしたしる、さつきかな。方角が違ってねえか。こっちは京だ。西じゃなくて南に行ってるぞ。もしかしたら堺の家康殿を討てって密命が信長様から光秀様に降りてんじゃねえか。本能寺に会い、明智光秀様、ご謀反。是非に及ばず、その謀反挙じようぞ。森蘭丸、この地にて修羅になります。かけよ。かけよ。明智三馬からと呼ばれし九郎の者、本敵信長、覚悟を。信長様を撃たせはしません。兵の攻撃が激しい。これでは父上の救援に向かえぬ。この企画で進む。やるな、我
我らも続け。ここでやったが100年目よ。なんて強さだ。見事な武働きよ。
軍を頼む。それまで。やるな、我らも続け。急げ。無類光秀、もっと苛烈に攻めねば信長は倒せぬ。はい、そう。まもなく時が進む。本殿に向かおう。
な。我らも続け。開門。敵将撃破。過ぎたか。深く。出過ぎたか。深く。
私は決めました。信長様の意志を生きていくと。信長様の目指した戦なき地平を実現すると。信長様、まもなく私の意志ご覧に入れましょう。敵将戦救援攻撃にお任せを。隊長を追い詰めてどうするつもり。その調子で行きましょう。楽しませて。人が人である理由、それは人の意志。その意志が尽きたか。光秀、灰も残さず燃え尽きる。石尽きるのはその後です。あなたを追うということはそういうこと。オムでは足りぬ。信長を超え無限にかけよ。
進め。時が、乱世が、戦いが永遠に続く輪廻だというなら、その閉じられた惰性を吹き飛ばすほどに。行け、そしてつなげ意志を。天正十年六月、本能寺。信長は歴史の舞台より姿を消した。
とうございました。乱世を終わらせるには天下を導く意志が必要。秀吉様、機を逃さず事を進められ。乱世の先へ苛烈に時代を推し進めた織田信長だが、本能寺の空を焦がす火炎とともに、信長もその天下も下天の夢と消えた。信長死すの方を信長配下の将たちは各々の遠征先で受け取る。越前の柴田勝家、中国攻略中の羽柴秀吉、堺を遊覧中の徳川家康、それぞれが信長亡き世で進むべき方向を探り動き出す。信長は死してなお新しい時代を呼び込んだのだった。第1話、山崎の戦い。三成、仕事が早いわ。この迅速な恩返しも三成のおかげじゃな。じゃがどうやらやり方は強引じゃろう。後々人の恨みを買わんとええが。光秀、織田の自分の家を壊しちまった奴に世を治める資格なんてない。山さん、そりゃちげえな。光秀は信長様の意志をちゃんと継いどるわ。もちろんわしもな。じゃから負けられん。信長様の思いわしが形にしたる。わしの意志、わしのやり方でな。
お、お前、ビビってんじゃねえか？声出してこうぜ！お前は？いや、お前が誰でも構わん。秀吉様の家の正念場、力を貸してくれ。頼む。俺は貴様が何をしてきたかに興味はない。興味があるのは、これから共に何をなせるかだ。抑えたが油断はできん。山を守りのため一人では一でも守らにゃ。こっちには援軍が来るはずになったぞ。敵が来たら追っ払え。本陣の攻略がぐっと楽になるはず。よし、東の関を守る2将を撃破するんじゃ。敵勢の士気は高いの。みんな信長様の意志継いだ光秀の世を見たいんじゃろうな。光秀は信長様を討ったのです。信長様の志を断ち切った人物ではないですか。信長様の志は
断ち切れるもんじゃねえ。遥か先にあって途方もなくでかいもんじゃ。三月ではその志を全部受け止めようと。無謀極まりないが、あっぱれな攻撃を。そむりをなしたかった。信長様が望んだよう、私に対して信長様を取りかけたかった。そのよう信長様を移せなかった。それが父上の意志なのじゃな。ならば父上を助けるのがわらわの意志じゃ。この気迫で進め。ようやった、見事なもんじゃ。この気迫で進め。には勝てない。やるな、我らも続け。当たり前だ。止まれない。
ないよ。気になく武器格で進む。この調子は止まんなよ。タイモン、わしが逃げたと思っとるじゃろうな。ま、その通りじゃ。信長様の志なんざ信長様にしか実現できん。憎悪や悲しみの上に太平なんて作るやつ。じゃが光秀、お前さんは信長様の志を本気で継ごうとしとるんじゃろう。お前さんの覚悟、この戦で十分わかった。諦めるわけにはいきません。私を信じてくれる皆よ、信長様のために戦なき地平を私の手で成し遂げてみます。
取ったり。入った。やるな。我らも続け。アイモン。こりゃこりゃ。相手。その調子だ。止まんなよ。気迫で進む。強い。これはかなわぬ。役目。はい。覚悟。手を抜く。あなたを切る。覚悟。は厳しい。心知らぬ人は何とも言わばいい。身を申しまじ、名を申し。足でかけて未来へ。信長様の夢も光秀の思いもつないでいきます。お前はどうする？本当か？ついてきてくれるか？一緒にかけてくれるか？よっしゃ、お前が一緒なら百人力じゃ。皆の思いわしらでつなげような。貴様もなかなか役に立った。これからも秀吉様の世のため。しゃー三成、こっから俺たちの展開突っ走るぜ。バカ、天下は秀吉様のもんだ。あーそっかまあ固いこと言うなよ清正。固いのはお前の頭だバカ。二人してバカバカ言うんじゃねえ。こら、もう喧嘩はダメだよ。おねね様、悪いのは三成です。三成が俺の頭が硬いって。
本当のことを言って何が悪いんです？しょうがない子たちだね。二人ともお説教だよ。お前にちょっと頼みたいことがある。少し時間をくれ。三成は根は悪いやつじゃないが、横柄で口は悪くて空気は読めない。お前の力でなんとか三成をまともなやつにしてやってくれないか。悪いな、あのままじゃきっとあいつは生きにくい。俺にはあのバカの子守は無理だ。もう一人のバカの面倒も見なきゃならんし。聞こえているぞ清正、俺はバカに面倒を見てもらう気はない。そういう言い方はないだろうが、俺はお前のためを思ってたな。もうまた喧嘩して、4人まとめて朝までお説教だよ。俺は関係ねえっす。もう許してください、お姉様。羽柴秀吉は謀反人明智光秀を討った功により、信長急進の中で大きな発言力を得る。結果、信長の後継を決める清須会議で柴田勝家と秀吉との対立が浮き彫りになった。やがて両者の溝は深まり、対決は避けられぬところとなる。信長亡き今、皆が笑って暮らせるようなせる者は自分しかいない。秀吉は柴田勝家、そして友利家と戦う決意を決め、対決の地賤ヶ岳へ向かう。その傍らには、秀吉を父と慕い恩に報いようと勇む子飼いの将たちの姿があった。第2話、賤ヶ岳の戦い。
やはり来ますか、猿は。大殿の意志を継ぐとはそういうこと。森政の突出はつけ込む好機、千里の道も通しとせず駆け通しに参ります。本能寺の後もそうであった。奴にためらいはない。勝家にはあるのですね。例えばそう、年家、猿は年家にとって無二の友、勝家は年家にとって父とも言うべき存在。年家は律儀者ゆえ辛いことも多い。だがそれゆえに悲しみを知る年家にこそ時代を柴田覚悟。秀吉様の家は野良犬同然だった俺を拾い育み、ここまでにしてくれた場所。今秀吉様の時代が来る。秀吉様の家のためなら俺は何だってできる。まずは取られたものを取り返す。鬼ヶ山砦を目指すんだ。
だ。止まんなよ。柴田が軍の魂見せてくれるわ。劣勢だ。まずい。よっしゃ、俺が一番敵を倒してやるぜ。はい、そう。
が100年目よ。どうどう手合わせねえか。どうどう撃ち取ったり参った役目大義だ。劣勢だ。まずい。敵将撃ち取った。強さだ。まあ、もしかして俺より強くね。当然の勝利に値しない。見事であったな。気迫で進む。やっ参った。役目は大義で急げ。やっ覚悟、うん、やんのかよ。わしは遠慮しねえぜ。覚悟だ。乗ってくれ。その調子じゃ、マサノリ。お前らしく戦え。この気迫で進む。特に押さえ得できんとは。この気迫で進む。今は引こう。まあ、もしかして俺より強くね。強い。これ
はかなわぬ。うん、強くて賢い、いい子だね。ここでやったら100年目を。どうこの企画で済む。なんて強さだ。ようやった、見事なもんじゃ。強さじゃ、早く止めれば味方に被害が広がっちまう。大将、それと言うなくしたね。そう思い切時代に準じる。次の時代は和主が支えよ。おじき、わしは和主に時代を託す。おじき、ありか。一条の槍やらば眼前の敵を投ぐことができよう。されどそなたがいかに槍を振るい幾筋の矢を射ようとも
天下は微動だにせぬ。この槍ならば天下をも動かす。何故かわかるか。このトンボ切り、日の本一の名槍なれど、そなたが手にしたとて天下は動かぬ。武を極めたとて何も変えられぬ。一人ではな。志は束となって初めて形を成すもの。このトンボ切りが天下を動かしうるは、我が主徳川家康のために振るう槍ゆえ、徳川の武者どもは、己が志を主に託し、主を信じて戦っている。それゆえ、天下をも動かす強さを持つ。そなたも、志を定めし後は、志を託すべき者を見定め、その者と共に歩め。さもなくは、大志は遂げられぬ。